アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速武器な少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽やり茶です。令和6年9月7日、場所は広島広域公園第2球技場にて、2024中四国学生アメリカンフットボール秋季1次リーグ第3節の一戦、愛媛大学ボンバーズ対広島大学ラクーンズの一戦がまもなく行われようとしています。試合開始17時30分キックオフ予定となっております。両チームその試合に先立ちまして、ともにウォームアップを終え最終調整に入っております。両チームのご紹介をさせていただこうと思います。まず本日はホワイトですがホームチームという形でこのフィールドに現在4年なく調整をしておりますのが、愛媛大学ボンバーズです。創部1976年、勝利という目標のために人間力の向上を目指すというチーム方針に基づき、毎年常に非常に研ぎ澄まされた少数精鋭ながら素晴らしくアメリカンフットボール IQ 高い選手を輩出しております。近年では、X2 で活躍をしております竹内や藤田といった、さまざまな選手を輩出している中四国の一流でもあります。今シーズンのメンバースタッフも、こちらの方に並べさせていただいておりますので、ぜひご覧ください。また配信の説明概要欄にも同じく掲載してさせていただいております。もし並列してご覧いただくことが可能であれば、皆様ぜひこちらもご注目いただければ、選手たちの応援に熱が入れるかと思いますので、ぜひご利用ください。愛媛大学は第2節で戦いまして、残念ながら黒星発進ということになっておりますが、この一戦に、リーグそして決勝トーナメント進出をかけてこの一戦挑んでまいります。愛媛大学ボンバーズの紹介をさせていただきました。対しまして本日は反対側に陣取りますのが、地元広島にその今日を置きます広島大学ラクーンズです。こちらは1977年、こちらも歴史あります、アメリカンフットボールチームです。常に中四国アメリカンフットボールのその筆頭の地位を確保せんと、毎年優勝争いに絡んでおります強豪勢でもあります。しかし近年は、その人材充実しながらも、山口大学の躍進によりまして苦杯を舐め続ける2年間を過ごしました。2024年、まさにその復権をかけた一戦という形で今シーズンこの開幕戦を挑んでくる形になります。これが秋の最初の一戦と広島大学はなります。陣容はこちらにも掲載させておりますが、中四国では非常に素晴らしいアメリカンフットボール経験者や、そしてアメリカンフットボールに関連する競技経験があります選手を揃えており、人材面においては非常に優れた広島大学ラクーンズをご紹介させていただきました。この両雄によります秋の本番の一戦が間もなく行われようとしております。この両チームの現状に関して簡単な形でありますが、現時点での中四国の状況、今シーズンの状況を含めましてご紹介させていただきます。今シーズンの中四国学生リーグは従来の一部二部の形で分けていたものをすべて並列化しまして、6校すべての総当たりの格好で甲子園ボールトーナメント出場を争う格好になりました。双方を3校に分けましてのリーグ戦を行い、その上位の1位2位をもっての決勝トーナメントとし、それによって甲子園ボール出場者を決めるという格好になります。この両校はともに B ブロックに所属しておりますが、 B ブロック現在一戦行われておりまして、その対象となります愛媛大学は現在1敗という状況になっております。愛媛大学としてみればここが、まさに瀬戸際という状況になりました。この一戦で勝利できないとこの時点でトーナメント敗退という、リーグ戦敗退、トーナメント出場不能という形になりまして、ここで今シーズンが終える格好になります。何としてもこれを回避するためにこの試合を勝利しなければいけません。
言い換えますと広島大学はここで勝利しますと後の対戦相手となりますのは高知大学一校ということになりますので、ここで何としても有利な状況を作るためにもこの一戦を勝利したいという、そのような状況に両校あるという一戦になります。本来ならばホームチームである愛媛大学があえてホワイトをまとったのは、まさにその背水の陣を意味する、そのような形で自分たちの身を引き締める形の挑戦者としての位置取り現れかというふうに私は取らせていただきたいと思います。早速チャット内のメッセージありがとうございます。トルテ様、このブロックを面白くするためにも頑張れ愛媛大学のメッセージ、これも愛媛大学に非常に強力なエールになると思われます。ご覧いただいている方々にぜひお願いがございます。忌憚なくチャット欄メッセージいただければ幸いに思います。また可能であればこの配信に関する高評価ボタンも押していただければ嬉しく思います。これらの評価やメッセージが他の方々にそのライブ配信を斡旋する促す効果を生んでくれるという形で私も聞いております。 YouTube の機能を生かしできる限りこのネットを多くの方々にお伝えする意味でもぜひご協力をお願いしたいと思います。さあ両チームサイドライン成立しまして、まもなく試合開始となります。両チーム首脳陣招かれまして、これよりコイントスを行います。令和6年9月7日、場所は広島広域公園第2球技場にて2024中四国学生アメリカンフットボール選手権秋季リーグ1次リーグの第3節、愛媛大学ボンバーズ対広島大学ラクーンズの一戦がまもなく行われます。試合開始17時30分キックオフ予定です。愛媛大学キックオフ、広島大学リターンで試合が始まります。両校サイドライン散りまして最後の檄を通し合います。ウォークライハドルは解けまして、これより試合開始となります。この試合は1クォーター10分の正式で形式で行います。まず試合に先立ちまして簡単なご紹介、 X2、X3 リングの配信にあります動画の方でアメリカンフットボールのご紹介させていただきます。さあこれより試合開始となります。さあ広島がリターンに入った、リターンは16番、まず中央を切れ込みまして自陣40ヤード地点を確保し、この位置から広島大学の攻撃と変わります。動画途中となりましたが、ここからアメリカンフットボールの簡単なご紹介をさせていただきます。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回で10ヤード前進し攻撃権継続とするか、その過程で相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは広島大学の攻撃です。広島大学自陣40ヤードからのファーストダウン点、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。さあまず中央のランプ、
ランニングは901ハンドフルタックされまして、中央密集点を突破、オフェンスラインの壁を突き抜けるように一気に相手陣切り込みまして、一発で10ヤードを突破しまして攻撃権更新としました。広島大学ファーストダウン、まず素晴らしいランを披露しましたのは広島大学ランニング枠1番の吉村、恵那高校出身の4回生です。さあ1回で攻撃を更新しましてリセット、また1回目の攻撃になります。広島大相手陣48ヤードからのファーストダウン10、ナイスファースター、またしても1回で攻撃権更新しました。同じくランニングバック1番ハンドフから中央突破、オフェンスラインの素晴らしい壁を作りました。その走路を見事に駆け抜けまして攻撃権更新しております。素晴らしいラン重ねるは1番の吉村です。恵那高校出身の4回生、サッカー部出身です。さあ相手陣35ヤードから広島大学ファーストダウン、ここは吉村でランを重ねます。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。フィード上に黄色いウエスが落とされますと反則発生を意味します。先ほどのプレーオフェンスに反則がありました。オフェンスのホールディングの反則です。アメリカンフットボールはボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。その行為をすることによって10ヤード抜退する形になります。従いまして10ヤード下がって広島大学ファーストダウン、やり直しという形になります。広島大学相手陣45ヤードからファーストダウン20で試合再開。インターセプト、ターンオーバー。ここで広島大学オフェンスが開始点から後方より一度だけできる前パスを敢行しました。これにより一気にこの距離を突破しようとしましたが、しかしここでレシーバーがこれをキャッチミス、その浮いた瞬間のボールを愛媛大学キャッチしましてインターセプト、攻守交代、ターンオーバー。攻撃権変わりまして愛媛大学に攻撃変わります。好調なランで一気に押し切る構えでした広島大、しかしここでのパスプレーによって愛媛大学攻撃ダッシュしまして愛媛大学に攻撃があります。愛媛大学自陣33ヤードからの攻撃、愛媛大学ファーストダウン10、同じく攻撃権は1回目で攻撃権更新、必要距離10ヤードです。パス不成功、画面乱れまして失礼いたしました。クォーターバック17番、プレイアクションからランをフェイクにしましてワイドレシーバー13番にパス、しかし13番ディフェンスのカバー厚くパス不成功となっています。前パスは失敗しますとボールは元の位置に戻され、次の攻撃に変わります。従いまして愛媛大学はセカンドダウン2回目の攻撃に変わります。愛媛大学自陣33ヤードからセカンドダウン10、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離10ヤード。クォーターバック17番、今度は右にいました19番に、失礼しました、8番にパス、8番、失礼しました、9番ですね、9番がキャッチしました。ディフェンスのカバーをかわすように立ち止まりまして、これをキャッチし約7ヤードのゲインに変えています。パス攻撃展開します。クォーターバック17番が田中、紅葉高校出身3回生、取りましたのは今回は13番の柊木でした。聖徳高校出身4回生です。愛媛大学サーダウンスイン、3回の攻撃、残り距離3ヤード。これは広島大学ナイスです。ここランプレーによって3ヤード突破を図りました。キャリア26番の総力にその期待を追わさんというところでしたが、ここで広島大学ディフェンス陣が殺到しまして、このランを阻止、フォースダウンに変えます。タックルはできませんでしたが、ここは広島大学77番素晴らしいチャージを決めました。77番、イノと読ませていただきます。佐世保北高校出身4回生です。
愛媛大学最後の攻撃権、フォーメーションを変えました。パントフォーメーションを取ります。パントはキックによる陣地挽回を図るプレーです。しかしこのパントによって攻撃権放棄という形になります。ここでホイッスル。オフェンスの反則です。ディレイオブザゲーム、制限時間内にプレーを、行使しませんでした。アメリカンフットボール攻撃には制限時間があります。この時間内にプレーをしなければ5ヤード抜体となります。従いまして愛媛大学フォースダウンイレブンで試合再開となります。このパントは右サイドライン際ギリギリを蹴りまして、広島大学陣25ヤード付近で外で出ました。この位置で攻守交代となりまして攻撃権変わり、広島大学に攻撃移ります。愛媛大学インターセプトにより攻撃権は奪い取りましたが、しかし広島大学のディフェンス厚く攻撃権更新ならずパントで終わっております。しかしボールは広島大学陣に戻した格好になっているので広島大学自陣25ヤードからの攻撃に変わります。さあ先ほど好調なランを展開していた広島大ですが、このシリーズもうまく攻撃を展開できるでしょうか。広島大学自陣25ヤードからファーストダウン10。ファースト。難儀なく1番に再びボールを託しました。1番そこから中央を切り上がり一気に右オープンに展開して独走。相手ディフェンスを巻き取るように展開し相手陣に深く返しましたが攻撃権更新です。広島大学ファースト。素晴らしいランを披露しましたのは広島大学1番の吉村です。チームキャプテンです。恵那高校出身。今度はパスプレーです。左に展開した92番にパスを投じました。しかしこれは愛媛大学見事にパスカットしパス不成功に変えています。ダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。広島大学セカンドダウン10。今度は1番に託しました。トスしまして右オープンへのランプレー。味方ブロックも機能しまして約3ヤードから4ヤードのゲインとしています。しかし愛媛大学を奮闘しています。広島大学サードダウン6。オプションプレーによって突破を図りました。見事です。攻撃権更新、広島大学ファースト。ここでオプションのピッチを受けました。1番が左オープン展開し見事攻撃権更新になっております。広島大学失礼しました、現在審判団そのプレーの終了地点確認しております。この残り距離、このランで攻撃権更新になったか審判団チェーンを使って実測します。アメリカンフットボールはこの10ヤードをサイドラインにあるこのマーカーを使いまして10ヤードを測定しております。本来は目視ですがここはチェーンを近づけその残り距離が確実に超えたか否か実測します。
わずかに届いておりません。フォースダウンに変わります。超えたかと思われましたが、このプレー超えておりませんでした。ここでウォーターブレイクが入ります。アメリカンフットボールは当日の天候および気象状況を鑑み、審判団事前協議のもとクォーターの半分でウォーターブレイクを取ることがございます。本日はまた残暑厳しい状況で熱中症可能性あるという判断からクォーターの半分でタイムアウトを審判団取る形になっています。チャット欄メッセージありがとうございます。岡村嬢様、配信ありがとうございます。愛媛大学頑張りのメッセージありがとうございます。本日は愛媛大学のメッセージ非常に多く感じる、そのような一戦になっています。確かに愛媛大学としてはこの一戦が今週非常に大きな意味合いを持つ一戦になるだけに、この一戦の勝利を、願う人も多くいるかと感じます。さあ試合再開です。広島大学フォースダウンインチ、さあどのようにしてここを突破図るかですが、中央に選手を固めてまいりました。ここでパワープレーのラン見事に決まって攻撃権更新、ギャンブル成功、ファースター広島大学、ここで選手を中央に固めましてパワープレーによる1点突破。ここで本日好調の1番にボールを託しまして、見事にこのギャンブル成功させ攻撃権更新です。広島大学ファースター、広島大学相手陣14ヤードからの攻撃に入ります。広島大学相手陣14ヤードからファーストダウンテン、さあここで好調なランを展開しています。何枠1番にハンドオフしまして、今度は左側をつきました。これも約2ヤードから3ヤードのゲインと変わっています。ダウンインジケーターの更新誤っておりましたが、次のプレーはセカンドダウン、残り7ヤードという状況になります。広島大学セカンダー、ここで満を持したかのようにワイドレシーは16番にパス、16番ディフェンスを振り切り、そのまま一気にエンドゾーン奥でこのパスをキャッチしましてタッチだ。広島大学鮮やかなパスプレーによりタッチダウンを上げまして6点獲得となっております。ここでトライ4ポイントに入りますが、ここでフォーメーションを組みました。しかしこれをフェイクしまして、どうやらキックによる1点をトライ4ポイントを狙う模様です。キック成功、1点追加、愛媛大学0点、広島大学7点、現在広島大学がリードする形になっております。鮮やかなパスが決まりました。クォーターバック7番 から奥に走り込んだ16番にパス、これを16番エンドゾーンギリギリ奥いっぱいのところでキャッチしまして、見事タッチダウンとしております。鮮やかなパスキャッチを決めましたのは広島大学16番の太田、立命館森山高校出身4回生です。もちろんアメリカンフットボール部出身です。さあこの太田のパスキャッチにより先制点となるタッチダウンを挙げております広島大、その得点を挙げた広島大のキックオフで試合再開です。アメリカンフットボールはラグビーと違い、得点を挙げた側のキックオフで試合再開となります。さあ愛媛大リターンに入った、
左方向をまくるように状況打開を図らんというリターンでしたが、自陣30ヤード付近で倒されました。しかしこの位置から愛媛大学の攻撃と変わります。愛媛大学リターナー7番は大和でした。八幡浜高校出身の2回生です。このキックオフの際に広島大学にオフサイド、ボールが蹴り出す前にボールより前に出ていたという反則がありました。愛媛大学はこれをプレーが終わった地点から5ヤード前進する格好で成功しまして、この位置から愛媛大学の攻撃という形に変わります。愛媛大学自陣34ヤードからファーストダウン10。成功。まずパスプレーから入りました愛媛大学。クォーターバック17番ワイドレシーバー9番にパスを通しまして約6ヤードから7ヤードゲインに変えております。まずパスプレーを選択しましたのは愛媛大学クォーターバック17番の田中、紅葉高校出身。取りましたのは9番の牧野、倉吉東高校出身の1回生です。愛媛大学セカンドダウン3、パス不成功の判定です。ここで再びパスプレーによる突破を図りました愛媛大。ワイドレシーバー7番へのパスでしたが、7番これをキャッチミス。しかしあわやこれを9番がキャッチ仕掛けましたが、結果的にこのパスは不成功という形になりまして、サードダウンに変わります。愛媛大学サーダウン3、ボールオンは自陣41ヤード。パス成功、ファーストクォーターバック17番、ここでもパスプレー、中央切れ込んだワイドレシーバー8番、これをディフェンスの隙間を縫って見事にジャンピングキャッチしまして攻撃権更新です。愛媛大学ファースト。愛媛大ここで素晴らしいパス攻撃を披露しています。取りましたのは今回は8番の中原でした。倉吉東高校出身2回生。愛媛大学相手陣42ヤードに入りましたファーストアンテ。パス不成功、ナイスパスカット。ここで再びパスプレーで入りました。今度は手前にいたレシーバーへのパスでしたが、これは広島大学73番見事にパスカットしまして阻止しております。素晴らしいパスカットを披露したのは73番の川上、高橋高校出身の4回生です。愛媛大学セカンドダウン10、インターセプト、ターンオーバー。ここでパスプレーに再び突破図らんというところでした愛媛大学。しかしこれを取りましたのは広島大学1番のインターセプトにより攻守交代となります。ターンオーバー、攻撃権変わりまして広島大学に変わります。非常に鮮やかな攻撃を展開しておりました愛媛大学ですが、このパスプレー今度は奪い取られました。見事インターセプトしましたのは本日ランニングバックとして好調でした、1番の吉村でした。さあそして広島大学に攻撃が変わりまして、広島大学のファーストアンテ。パス不成功、広島大学はパスから入りました。
中央切れ込んだ92番へのパスでしたが、このパスはオーバースロー、パス不成功でセカンドダウンに変わります。チーズさんメッセージありがとうございます。配信ありがとうございます。愛媛大学健闘を祈っています。頑張れのメッセージ、このメッセージは先ほど講演中に読み上げておくべきだったというふうに今思っておりますが、非常に嬉しく思います。愛媛大学に応援メッセージ殺到しております。広島大学セカンドダウン10、さあ今度はランプレーです。パスに見せかけクォーターバックからラニバック1番に、ディレイ気味のドロープレー、パスに見せかけたランプレーを展開しました。これによって1番が中央切れ込みまして約3ヤードから4ヤードのゲインとなっています。広島大学1番の吉村、本日好調な走りを見せております。恵那高校出身チームキャプテンです。広島大学サーダン6、さあ振り切るか、振り切っている、まだ止まない、ビッケイファーストここで中央切れ込んでいるワイドレシーバー10 92番、このパスをキャッチ、そしてそのまま独走、相手ディフェンス群がる中これを振りほどくように大きく前進し、一気に相手陣深く入り込んでのファースト、力強い攻撃権更新を果たしましたのは広島大学92番の広瀬でした。三田松雲韓国出身の参加生、ここで第1クォーター終了となっています。第1クォーター終わりまして、愛媛大学ボンバーズ0点、広島大学ラクーンズ7点、現在広島大ワンタッチダウンリードで攻守方向を入れ替え、これより第2クォーターに移ります。